勝ツ久志党は、千葉県船橋市出身の元プロ野球選手、指導者。本名及び一時期の登録名は、勝ツロヒ千葉商業高校から日本通運に進む。日通は、都市対抗の常連チームであり、1986年の大会では、山古志地をとに勇敢を組み活躍。1986年のドラフト会議にて、 読売ジャイアンツから5位指名を受け、一時は入団を保留していたが、1987年の都市大抗に出場し、シーズン後に巨人と契約を結んだ。1年目は開幕から1軍に定着。5月28日の広島カップ戦は、牧原博美と大野豊の投手戦で、0対0のまま迎えた延長10回に、センターバックスクリーンにプロ初となる。 決勝ホームランを放つ。この年は89試合に出場し遊撃手のレギュラーを岡崎香ると争った。翌1989年は岡崎の三塁種へのコンバートもあり、遊撃手のレギュラー最有力候補と目され、開幕スタメンを果たすも、打撃面が伸び悩み、守備でも少ない守備機会ながら、チームワーストの失策を記録するなどして、出番が減っていった。以降、 定位置を奪還することがができずに二軍生活が続く1992年に熊野テルミツとの交換トレードでオリックスブルーウェーブへ移籍。1993年序盤から遊撃手に定着。1995年には自己最多の117試合に出場しリーグ優勝に貢献。1996年は打撃が不調だったものの、フルス 巨人との日本シリーズで日本一を決めた試合に出場するなど活躍した。1997年には金銭トレードで近鉄バファローズへ移籍。守備固めとしての出場がほとんどであった。1999年限りで現役を引退。2000年に近鉄の二軍守備総類コーチに就任。2003年から2年間、大英の一軍内野守備コーチを務めた。 2004年のプレーオフにおいてベースコーチとしての判断がルイミスを誘発して敗戦の原因となってしまう。2005年からは2軍内野守備ルイコーチへ転任。2006年シーズン終了後に退団。2007年、北信越 BC リーグシナのグランセローズのコーチに就任。しかし、健康上の理由で1シーズンで退団した。2008年シーズンは、 四国、九州アイランドリーグ、香川オリーブガイナーズの野手コーチを務めた。2009年より巨人二軍内野守備走塁コーチに就任。3年ぶりに日本プロ野球の現場へ、また17年ぶりに古スへ復帰。2011年からは一軍内野守備走塁コーチを務める。2015年シーズンは一時期、三塁ベースコーチは一、軍ヘッドコーチの河合正宏が務め。 ベンチ担当になった。2015年10月22日、来シーズンの契約を結ばず対談することが発表された。2016年より四国アイランドリーグプラス、コーチファイティングドックスの野手コーチに就任。アイランドリーグには8年ぶりの復帰となる。シーズン終了後、2017年より、オリックスバファローズの2軍内野守備総類コーチに就任することが発表された。 2019年からは、一軍内野守備、総類コーチ、同年9月29日に、来期の契約を更新しない旨を通告された。2020年1月14日、コーチファイティングドックスに4年ぶりに、野手コーチとして復帰することが発表された。カツロヒに関するカテゴリー。ありがとうございます。